かかっこいい、あの、あそれでは、いくよ、始めます。よーい、スタート。はい、じゃあ、はい、まずベーコンを切ってください。お願いします。はい、ベーコンは細切りです。細切り、このまま、まっすぐ、はい、何センチぐらいですか？これはもう初めて切る気だった。だいたい5ミリぐらいですね。はい、それぐらい、それぐらい、5ミリぐらい。最初のところを早く持っていくことで時短につながるので、今回は先足で参りたいと思います。ここ早く切って早くここの時代まで持っていく。めちゃプレッシャーですよ。ごめん、はい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 、このままフライパンに入れちゃいましょう。入れます、はい、これこのままででいいんですか？いいです。油とかも引かなくていい。大丈夫です。大丈夫なんですね。でそのままこのしめじを入れちゃってください。はい、はい、これはスーパーですでにほぐされてあるしめじですね。あと舞茸手でほぐしてそのまま入れちゃってください。はい、はい、入れます。お願いします、はい、パスタでなんかもう時間がかかるイメージしかないですけど、そう、手でもいいんじゃないですか？もう守りでいいの、心配なんで。はい、はい、じゃあこれでオリーブオイルを回しかけるようなイメージで大さじ1、あ、後から入れるんですね。ストップ。大丈夫です。火にかけちゃいましょう。これは何分ぐらいですか？これは時間はまだ計らなくて大丈夫で、はい、ある程度炒まるまで、うん、とりあえず炒めればいいですね。火加減はどのくらいですか？中火くらいです。もうなんかあの第一弾よりめっちゃ口数多いよ。もうなんかちゃんとやんないと終わんないから。全体に混ぜ合わせて油が馴染むようにしてください、はい、ここから油が出るので、はい、そのままこう混ぜ合わせていけば大丈夫です。もうそんな時間になっちゃいました。はい、じゃあちょっとパスタの説明いっちゃいましょうか。今回はパスタを4分茹でにしてます、はい、で7分茹でのレシピではプラス 2,3 分多く茹でるものなんですけれども、これ4分茹でなので、はい、プラス1分で5分茹でたいと思います、はい、でこれは半分に折って茹でるので、はい、今ちょっと半分に折っていただいてみてください、はい、であれ7分とかって書いてあってもそのちょっと多めに茹でなきゃいけないんですか？そうなんですよ。そうじゃんね。そうじゃないですか。別茹での場合は大丈夫です。そういうことね、はい、今日一緒にここのフライパンでやるからってことですか？そうです。なるほど、バッチリです、はい、じゃあお水入れていきましょう。はい、お水入れます、はい、お願いします。ここに入れるんだ。そうなんです、うんうんうん、でそこにパスタも入れちゃいましょう。はい、でも一つのフライパンでもうソースもできちゃうってことですね。そうなんです。一緒に煮込んじゃう感じです。めちゃめちゃいい。で入れた後に牛乳お願いします、はい、最初は結構硬いのでなじまないんですけれども、うんうんうん、そのうちグツグツしてくると全体が浸かるようになるので、はいはいはい、これはちょっと混ぜつつ、はい、ありがとうございます。はい、5分です。でこれもちょっと加えて全体を混ぜながら、これはすりおろしにんにくと鶏ガラだしです。ああ、チューブのやつでいいってことですね。そうです、チューブのやつ、はいはいはい、と、じゃあお一人混ぜ混ぜしている間にサラダを作っていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあキル担当チューブさんお願いします。はい、じゃあどれから？このキャベツを、はい、千切りに、はい、普段やります？あ、いいよ、私のこと知らない。普段どのぐらいですか？細切り、千切りですね。ありがとうございます。じゃあ今あまり話しかけた方がいいかな。そうですね。で先ほどのパスタ の、はい、あの別の鍋で茹でるときは水がたっぷり、お湯がたっぷりあるので、はい、規定時間通りでいいんですけども、水分が少ない分吸収するのがちょっと時間がかかるというか、はいはいはい、あのたっぷりの
お湯で踊らない分、うんうん、ちょっと時間長めの方が、そういうことだったんですね。そういう時間だとね、芯がちょっと残っちゃうんですよ。なるほど。なのでこういう風に一緒にするときは、長めにってことですね。そうですね、入れていただいて、うまい、うまい、上手、上手、いい感じですね。めちゃめちゃいい感じです。すごい上手。おお、さすが普段やってるだけあるやつ、ね、すごいすごい、はい、でこれも細切りで、細切りで、はい、さっきみたいに千切り、千切りでお願いします。あきさん、これ千切りするとき私いつも思うんですけど、歯くっつきません？くっつきますね。これどうしたらいいですか？歯くっつく問題はね、本当にあのこれ最後に混ぜ合わせるので、うんうん、その時に私はほぐしてます。なるほどね。もうここでいちいちこうやってやってると時間あれですもん。時間半分過ぎましたよ。大変大変、はい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 、焦りますね、焦りますね。必要ですのように気をつけましょう。はい、気をつけましょう。そしたらここで、はい、カニカマほぐしのお時間がやってまいりました。はい、ということはもしかしてポイカップに交換しましょうか。はい、お、リカちゃんが、はい、ほぐします。はい、リカちゃんこれお願いします。はい、普段カニカマとかはやった結構やるんです。あ、カニカマほぐしたりします？しないです。初ほぐし、初ほぐしで、うんうん、あんまりだってキッチンに立たないってね、おっしゃってましたもんね。食べる側です。食べる側がいい。でも実際やってみてどう、意外と楽しいなみたいな感じ、できそうって感じ。そうですね、なんか意外とそんなに手順難しくなかったんで。うん、ちなみに旦那さんの好きなお料理は何ですか？ドキドキ。春巻きとか。え、コーロ、めっちゃコーロ。ね、ね、なんか思ってたと違う。チャーハンとかだっけ？そう。結構中華系を使ってくれるかも。麻婆豆腐とか。うん、そうですね。食べたいですね。新婚さんのお家にお邪魔になっちゃうかしら。逆バージョンですよね、今のね。あ、ほぐし終わりました。ありがとうございます。じゃあこれ調味料を入れていきたいと思います。こちらお酢とマヨネーズとあとお砂糖ですね。でお酢が大さじ1杯、でマヨネーズが大さじ1と2分の1杯ですね。これしばらくして味が馴染んでいくので、うん、しばらく置いといても美味しいです。あ、なるほど。じゃあなるべくはね、まあ、茹で始めたタイミング、茹でるというかね、入れ始めたタイミングでもうバーッと作っちゃって、そうですね、ちょっと置いとくみたいな。では作り置きしてもいいってことですね。あ、そうですね、残ったやつ結構時間が経ちすぎると、うん、あのキャベツから水分が出ちゃうので、あ、まあ、その日のうちに食べきった方がいいかもしれないですけど、ちょっと寝かせて馴染みます。なるほど。混ぜる具合はこれでできた感じですか？はい、これでもいい感じです。おー、はい、美味しそう。はいはい、できました。あれ、なんかでもさ、パスタもいい感じ。じゃあ、パスタの時間、あと5秒です。あ、5秒、あと5秒、おーおー、え、あとね、2分ですよ、あと2分。あ、じゃあここで1回、はい、味見をしていただきたいと思います。まだもしかしたら硬いかもしれないので、味見用の何かしらの、あ、これで熱いかもしれないんですけど、あー、なんかかっこいい、あの、あー、そうそう、かっこいい、ネルちゃんの手みたい。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。ちょっと固めぐらいですよ。ちょっと固めです。ちょっと固めてやりました。もうちょっとまだいける気がしますよね。もう芯はなさそうです。盛り付け？私なんかすごい向こうから指示が来るんですけど。あ、そうです。盛り付けとか。盛り付け。盛り付けとか。これですね。よし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 。お願いします。シルクを飛ばしに。あ、はいはい。もうなんか混乱してるとこ。サラダも盛り付けて。入らないみたいな。大丈夫、あと1分あるから。これはちょっと水分飛ばす。そうです、最後に水分飛ばして、で塩コショウで味を整えたい。はい。でもあきさん、結構パスタってすごい、あの、茹でるのめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。今回ね、あの、早めのやつですけど、その長いやつ、茹で時間が長いやつはどうしたらいいですか？茹で時間が長いやつ、7分とか9分のやつは、その都度 2,3 分ずつ増やしていただければいいかなと思うんですけれども、この茹で時間を短くするコツってないんですかね？茹で時間を短くするコツは、パスタを事前にお水につけておくと時短になります。お水につけていいんですか？そうなんですよ、水にこう
浸しておく感じ、長いタッパーとかが売られてるので、はいはいはい、長いタッパーに入れて受けてあげた。なかったって、私たちの話は夢中、ね、無視してもう夢中になっちゃったんですけど、もう5秒前だ、やってましょう、4、3、2、1、あー終了です。できてます、できてます、できてます、もうね、なんか何ていうことも完成です、イエーイ。一応あのお詫びと訂正というか、盛り付け前までにちゃんと10分でございました。はい、ありがとうございました。はい、ではいただきます。いただきます。あ、楽しみ。すごいいい香り。でもこんなね、あんなにフライパン一つでこんなパスタができるなんて。うん、どうですか、うん、お母ちゃん。めちゃくちゃ美味しい。一つで作ったと思います。本当にお店で食べるような。本当に美味しい。キノコの旨味が出て。美味しい。混ぜただけなのに。ほぐしただけなのに。美味しいですよね。カニカマがいい感じ。愛あふれる。もうすごい愛情込めて。美味しい。時間で終わるのが。こちら概要欄にはですね、他にも新婚夫婦やカップルにおすすめな時短レシピや節約レシピたくさんご用意しております。そちらがですね、クックパッドニュースで、見れます。こちらにリンクが貼ってありますのでチェックしてみてください。さようなら。